逆さまの女の子。3ヶ月前、とある大型小売店のバイトの面接を受けに行った。1週間後、採用の電話がかかってきた。明日から来てほしいとのことだった。なかなかバイトが見つからなくて困っていたため、次の日俺は意気揚々とバイト先へ向かった。マネージャーに書類を渡し、大まかな仕事の内容を教えられて、俺は売り場へと向かった。そして3時間後、仕事を終えて帰ろうとした時、たまたま同じとこで働いている友達の母親に声をかけられた。駐車場行ったんだよね。大丈夫だった。駐車場がどうしたというのだろう。何かあるのだろうか。ああ、行きましたよ。駐車場がどうかしたんですか？すると友達の母親は少し声を小さくして俺に話した。あの駐車場ね、前に飛び降り自殺した人がいるから、気をつけてね。はあ、自殺ですか。気味悪いですね。気をつけます。しかし何をどう気をつければよいのか。まあ自殺した人がいたとしても、俺には関係のない話だ。とりあえずその日は特に気にもせず家路に着いた。それから3ヶ月間何事もなく俺はバイトをこなしていた。時折駐車場に行くと誰もいないはずなのに視線を感じることはあったが、気のせいだと自分に言い聞かせていた。そして先月の中旬、彼氏に振られたとかで立体駐車場の屋上から女の子が飛び降り自殺した。頭から落ちて即死だったらしい。おいおい、冗談じゃない、俺の仕事場で死んでくれるなと思いながらも俺はバイトに来ていた。女の子が飛び降りてから3日は何もなかった。しかし4日後、店の営業時間が終わり、最後に駐車場を見回りに行った俺は見てしまった。1階から3階までを見回り、最後に4階に行った。女の子が飛び降りた屋上の下だ。気味が悪いが3日間何もなかった。気にすることはない、と普段通りに見回りをした。見回りを終えて帰ろうとした時、ふと外を見ると、セーラー服を着た女の子が落ちていく。まさか自殺か？そう思い、急いで4階から下を見た。しかし街灯に照らされた道路には何もない。気のせいだったのか？そうだ、気のせいだ、そうに決まってる。無理やり自分を納得させた俺は逃げるようにその場を去った。次の日はバイトが休みだったため少し安心していたが、窓の外を見ることができなかった。そしてまた次の日、いつものように俺が駐車場の見回りを終えて帰ろうとした時、屋上までの見回りを終え4階に降りてきた時、行きたくないのになぜか足が外の方に向かってしまう。ああ嫌だな、なんで歩いちまうんだ。そう思いながら俺はだんだん柵に近づいていく。そして柵のすぐ内側まで来た時、俺の目にとんでもないものが映った。逆さまの女の子の無表情な顔。俺は泣きそうになりながら走って逃げた。冗談じゃない、また見ちまった。気のせいじゃなかったのか。その日俺は晩飯も食べずにすぐ布団に入った。明日もバイトだと思うと気がめいる。しかしそんな理由でバイトを休めるわけもなく、仕方なく次の日もバイトに行った。外を見なければいいんだ。そう思い、俺は駐車場の見回りをしていた。しかし4階に来た時、
向きたくもない柵の方を勝手に顔が向いてしまう。一歩も動けない。金縛り状態だ。目をつむろうと思ってもまぶたが閉じない。ああ、嫌だ。見たくない。しかし視線を動かすこともできない俺は、またあれを見てしまう。無表情な女の子の顔。いや、無表情ではない。昨日よりも、少し笑っているように見えた。それからというもの、俺はバイトに行くたび、女の子が落ちていくのを見た。少しずつ持ち上がっていく唇の端。あの女の子が完全に笑ったとき、一体どうなるのだろう。そして先週の火曜日、女の子が飛び降りた曜日と同じだ。落ちていく女の子が完全に笑っていた。何があるかわからない。俺はすぐさま後ろを向き走って逃げようとした。その時、一緒に。耳のすぐそばで声がした。気を失いそうになりながらも走った。もう嫌だやめよう。そう思って無我夢中で走った。気がつくとロッカールームにいた。俺はすぐさまマネージャーに疲れて次の日授業に集中できないと嘘をつきバイトを辞めた。しかし一週間経ってもあの笑った顔と耳に残ったあの声が忘れられない。あんたの部屋には入りたくない。私が中3の頃の話。その時学年全体から無視されたり、罵詈雑言を浴びせられたりして、ドラマでありがちないたずらはされなかったけど、それはそれで結構きつかったのね。神経性胃炎かなんかと言われて何も食べられなくなって、ブドウ糖が足りないとかどうとかで毎週病院に通ってた。両親が調子が良くなったらでいいからって学校を休ませてくれてたからまだマシだったけれど、夜な夜な今で私の進路等について喧嘩してた両親の声が聞こえてきて、ああ自分は親不孝者だな、なんて自分が嫌になって泣いてた。自殺した方がいいかな、くらいは考えてたかも。で、その頃くらいから、私の部屋に私以外の誰かがいるような気配があった。ほんとなんとなくなんだけど、いる。不思議ではあったけど、姿も形も見えなかったから、怖いとかは思わなかった。よくわかんないけど。同じ時期に、母親から、あんたの部屋には入りたくない、気持ち悪いってしょっちゅう言われてた。ただ単に汚かったからっていうのもあるだろうけど、家族も決して私の部屋に入ろうとはしなかった。それから少しして、ただの気配でしかなかったのが、日が経つにつれて、だんだんと見えるように、聞こえるようになってきた。炊事場で作業していると、後ろに黒いペンキで塗りつぶされたように真っ黒い小さな女の子が立っていたり、風呂場で歌を歌ってたら、うるさいって聞き覚えのないおじさんの声で怒鳴られたこともあった。一回マジでビビったのは、ふと自室で独り言つぶやいたら返事が返ってきた時。もちろん家族じゃない。部屋を見渡しても誰がいるはずもなく、その時は素直に部屋を出た。ああ、これはやばいかもな、と思いつつ、部屋でドラクエ8をプレイする日々。主人公が人間トリューのハーフだと知った時は邪気眼がうずいた。そんなある日、久々に体調が良くて登校した直後、同級生からだいぶひどいことを言われた。何か存在を否定するような言葉だったと思う。その時は本当に悲しくて、机に置いたカバンを持ち直して逃げるように家に帰った。家に帰って
部屋に戻ってからももうむちゃくちゃに部屋を荒らした。ジャンプをビリビリに破ったり壁を殴ったり、感情のままに暴れに暴れた。今まで泣くだけだったから、なんとなく清々しい気持ちになったのを覚えてる。その時だった。ちぎっていたジャンプを投げようと振りかぶった瞬間、ヒヤッとしたものを掴んだ。細くてプニプニしてて、感触は自分と同じ指みたいなのに、嫌に冷たいもの。最初は電源をオンオフできる電気の紐かなと思ったけど、よくよく考えたら自分が今いる場所からは離れてたし、高さがあるため届くはずがなかった。それに、私が掴んだんじゃなくて、伸びてきた指をたまたま掴んだみたいな感じだった。これは何なんだ？私に何をするつもりなんだ？今までの現象とかが一瞬でフラッシュバックして、慌てて掴んでた指を離した。一時心臓を落ち着かせ、意を決して何かがいたはずの後ろを振り返ったけど、誰もいなかった。安堵でバカみたいに汗が噴き出したよ。しばらくして、近所で有名だった霊媒師の A さんの家を訪ねた。私の話を聞いて、ただごとではないと思った父親が、A さんにお祓いを頼んでくれたらしかった。幽霊らしきもの、現象を体感していながら、私はそんなオカルトチックなものを信じてなかったから、私はあまり乗り気ではなかった。で、いざ A さん宅に入ろうとした瞬間、体が動かなくなった。いや、離れようとしてたが正しいかも。気持ちが悪くて、何が何でもこの家には入りたくない、みたいな。私の意志とは裏腹に体は後ずさりしていって、前にいる A さんが見れなかった。その時、ああ、やっぱりね、って A さんが言ったのを今でも強烈に覚えてる。A さん曰く、電話をもらった時からあなたが取り憑かれているのが分かった。今気分が悪いのも、あなたの中の霊たちが私を怖がっているから、だって。もういろいろと訳が分かんなかった。なんで電話越しに分かったのか、とか、なぜ私に霊が取り憑かれてるというのか、とか。それになんで A さんの声を聞くと涙が止まらないのか、とか。泣きたくもないのに涙がダーダー流れてきて、私も同伴してくれてた母と妹も顔を合わせて笑った。本当に訳がわからなかったな。涙は10分ぐらい止まらなかった。まあ話をまとめると、体質的に霊を集めやすく入りやすいみたいで、落ち込んでいたり病んでいたりすると、その気に吸い寄せられてきちゃう。家の周りに霊が溜まりやすい。特に私の部屋は霊の通り道で、あの指らしきものは、これ以上道を通りにくくして欲しくなかったから、私を止めようとしていたらしい。だってさ、その合間合間に A さんは教えてもいない私の現状とか心情とか部屋の汚さをペラペラ喋ってた。怖かった。本当怖かった。押し入れに入ってるものとかピタリと当てられた。どうもうちの家系というか、霊を見たり呼び寄せたりできるみたい。そういえば母方のおばは人間のオーラが見えたり、念じれば怪我をさせたりできるとか言ってた。それから私は A さんの言う通り部屋をきれいにして、なるべく明るく前向きに生きていくことにした。いじめはなくならなかったけど、幽霊とかそういうものに遭遇しなかっただけでもマシかな。今は嘘みたいに平和に暮らしてるよ。あれから A さんとは音信不通になってしまったけれど、きっと元気に過ごされていると願ってる。A さんありがとう。後日、また部屋を散らかして、今度は妹がひどい目に遭ったのは内緒だ。
押し入れ。アラフォーの俺の死んだ幼馴染の話。友人とは近所で同い年なので、物心ついた頃から家族ぐるみで仲が良かった。中学の時に友人の母親が病気で亡くなった。友人はマザコンってくらい母親と仲が良かったのですごく落ち込んでた。本当に一言も喋れなくなって学校にも来なくなったくらいだった。その年の夏休みにその友人が失踪した。捜索隊も結成されて俺も参加し友人を探したが結局見つからなかった。が、その数日後に中学の教室で一人で座っているところを先生に保護された。友人は頑なにどこで何をしていたか言わなかった。新学期から友人は少しずつ明るくなって普通に登校するようになって、俺たちは同じ高校に進学した。普通に高校生活を送ってたけれど、友人は時々学校を休んだ。友人の親父さんに聞くと、家にはいない。家出でもしたんだろうか、なんて最初は言ってたけど、普段の素行は普通だし、数ヶ月に一度はいなくなるので、そのうち俺も気にしなくなった。昨日どこ行ってたんだよ、と友人に聞いても、いつも笑ってごまかされたし、親父さんも理由は知らなかったし、深く聞くことはしなかったそう。俺たちは大学に進学した。学部は違うけど、家から通える同じ大学で友人関係は続いていた。そして、学校で姿を見ない日があるのも続いてた。学部も違うし、その時はあまり気にしてなかったけど、お互いサークルに入るわけでもなく、のんべんだらりと大学生活を送ってた。成人式の日、中学の同級生と飲み会をした。他の友人は町を出て働いていたり、他の地方の学校に通っていたり、久しぶりなので話は弾んだ。で、その時に、中学時代の友人が行方不明になった話になった。他の友人たちがその友人に対して、お前どこに行ってたんだよ、誘拐されてたのか、女と一緒だったのか、とかいろいろ聞いていたら、いつもは穏やかな友人が激怒して、うるせえと怒鳴って店を出て行った。俺は出て行った友人を追いかけた。その後友人をなだめて俺の家で一緒に二人で飲んだ。俺が、気にするなよ、あいつらも悪気があったわけじゃない、的な感じで慰めてると、友人がボソボソ話し始めた。行方不明になってた時は、母親に会ってた、と。そして、今でもたまに会ってるって言う。俺は、は？お前の母ちゃん死んだじゃん。って聞いたら、友人は、確かに母ちゃんは死んだけどたまに会えるって言い出した。友人曰く、中学の時、行方不明になった時は、ずっと母ちゃんに会いたいと思ってたら、急に意識を失って、気づいたら家で母親と一緒だった、と。で、しばらく一緒にいたけども、母親に学校行っておいで、と言われた。で、意識が遠のいたら、自宅の押し入れで寝ていたそうだ。制服を着て学校に行ったら見つかって、大騒ぎになってた、と言われた。それ以来、母ちゃんに会いたいと思いながら押し入れに入ると、母親に会えるらしい。それでたまにいなくなるんだと言っていた。正直俺は、ああ、こいつ母親が死んで心が病んだんだな、と思った。その後は普通に飲んで、俺の部屋で止めて寝た。それからしばらくして、やはり学校で友人の姿をしばらく見なかった。友人と同じ学部の仲間に聞くと、数日休んでると聞いた。俺はふと思い立ってその日の夜、友人の家に行った。
友人の親父さんに忘れ物を届けに来たと嘘をつき、友人の部屋に上がった。で、こっそり押し入れを開けてみると、やはり友人はそこで寝ていた。でも、その姿が本当に異様だった。顔は笑ってるような安らかな表情。でも、生きてるように見えなかった。青白い肌に呼吸をしているようにも見えない感じで、俺は慌てて逃げ帰った。友人が死んでると思ったからね。その日から俺は熱を出して数日学校を休んだ。数日後学校に行ったら、友人に笑顔で休んでんじゃねえよと言われた。友人が生きてたことに安心した俺はその場で号泣したのを覚えてる。お互い大学を卒業して就職した。友人は地元に、俺は少し離れた地方で就職し、一人暮らしを始めた。友人とはたまにしか会わなくなったけれど、休みが合えば地元で一緒に飲んだりしてた。俺は結婚して子供もできて、ますます友人とは会わなくなった。そんなある日、友人の親父さんから電話があった。友人が仕事に何日か行ってないと連絡が来たんだが、何か知らないかと。俺はその週末に地元に帰った。あの押し入れを見るために。俺は友人が押し入れでまた母親に会っていると確信してたから。友人の家について、親父さんに最近変わったことはありませんでしたかとか聞きながら、ちょっと部屋を調べさせてくださいと上がり込んだ。そして、友人がいると確信し押し入れを開けたが、そこに友人はいなかった。その後しばらく街を探し、親父さんに警察に届けた方がいいと言って、俺は地元に戻ってきた。その数日後、親父さんから友人の訃報が届いた。結局友人は押し入れで死んでいた。親父さんが友人が帰ってきた時のために布団を干そうと押し入れを開けたら、そこで友人が見つかった。警察からは事件性はないと言われ、死因も正確にはわからない。葬式の時に見た友人の顔は、学生時代に押し入れで見た顔と一緒だった。俺はものすごく怖くなった。あれから何年か経った今でも思うのは、親父さんや警察が死んでると判断した時の友人は、本当は生きていたんじゃないかということ。俺が学生の時に見た友人は、明らかに死んでるように見えた。でも生きていた。俺が親父さんにあのことを話してたら、友人はまだ生きていたんじゃないか、と思うことがある。あとは、友人はどこへ行っていたのか。なぜ結局押し入れで死んでいたのか。今でもわからないことだらけだけど、友人は今、母親と会えているんだろうか。